特選男の料理です。特選ちゃんだよ。今回は柳田先生にいただいた玉ねぎ、淡路島の新玉ねぎですね。こいつを使ってメンチカツを作っていきます。じゃあこれはみじん切りにしていきます。できるだけ細かいみじん切りの方がいいですね。まあこんな感じですね。このぐらいになればいいです。じゃあこいつをねちょっとバターで炒めていきます。そしたらバターですね、だいたい 20g ぐらいです。これを中火で溶かしていきますね。でバターがある程度溶けたらね、さっきの玉ねぎで軽くここでね塩少しした方がいいですね。一つまみぐらいでいいですね。で飴色になるまで炒めてもいいんですが、今回飴色の手前ぐらいで透明になるぐらいよく炒めてやります。で炒める加減なんですが、玉ねぎのなんていうんだろうな、刺激臭がなくなるまで。甘い香りしてきますんで、この甘い香りがするまで炒めてやりましょう。はい、このぐらいでいいかな。ちょっと半透明になってね、しんなりしてきてると思います。じゃあこれを一回ね、冷ましてやります。こんな感じでね、バットに広げて冷蔵庫に入れて10度ぐらいに冷やしてやった方がいいです。あと細かめに切ったニンニク、こいつをねきつね色に炒めてやります。できるだけ弱火でゆっくり炒めてやりますね。このぐらいの色になればいいですね。じゃあこいつもさっきの玉ねぎに混ぜてね、冷ましときましょう。ではね、具材を作っていきましょう。まずひき肉ね、だいたいこれ450ぐらいだったと思います。で一回冷凍したのを半解凍してます。で氷2粒、氷は後でちょっと説明しますね。で赤ワイン 50cc ぐらいかな。でさっき炒めた玉ねぎとニンニク、これは冷蔵庫で冷やしておきました。でそこに卵1個で、おお割れちゃったGB さんの真似したら割れちゃったよまあいいです殻は入ってないようなんで。でそれと塩は小さじ1杯弱、1杯ぐらい入ってもいいかな。こんなもんですね。それと今回ちょっとナツメを切らしてたんで、かすりめていっていう香辛料あるんですけど、そいつを入れてます。こういうのなんですけどね、ナツメグの実の表皮、それを乾燥したやつです。カレーによく使うやつですね。それと黒胡椒、こんなもんすかね、もうちょいかな。で氷を入れた理由っていうのは、ひき肉ってね温度を上げちゃうとね美味しくなくなるんで。で実はこのボウルの下もうこんな風に氷水になってます。でなるべくね具材を温めないように、ほんでこうやって混ぜていきます。でこれはねよくソーセージ使
作るときにやる手法なんですが、これをやることでね、肉がジューシーになって美味しくなります。で、この氷がありますよね、氷の粒が溶けるぐらいまで混ぜてやると、まあソーセージ用語でいうエマルジョン化っていうんですが、粘りが出てきます。で、粘りが出るまでひたすら混ぜ続けます。めんどくさい作り方してますね。ただ この作り方するとすごいジューシーで美味しくなります。面倒じゃなければちょっとやってみてください。で、結構このぐらいに粘り出てきましたんで、あとは形を整えて揚げていきましょうかね。なんかソーセージの中身っぽい感じするでしょ。こんな感じになればいいですね。まあソーセージの場合はもっとねこねるんですが、今回はなんだっけ、メンチカツ、メンチカツなんでこのぐらいにしておきます。最近物忘れ激しいな、おい。ではね、形を整えていきましょう。で、これ形整えるのね結構緩いんで、手に油つけときます。サラダオイルでいいです。軽く、こんな感じで油を塗って、よくやるやり方ですよね。こんな感じで形を整えていきます。あ、ここに本当はね薄力粉を振っとくべきでした。ごめんなさい。手洗わなきゃ。はい、気を取り直して、まずねこっちの成形したやつを乗せるところにね薄力粉を振っときます。こうしとけばね、表面だけ薄力粉を振りかければいいんで、で結構ベタついてるんでちょっと多めでいいですね。こんな感じかな。したらばまた油塗んなきゃ。よし、したらばあと一回こんな感じでね形を整えてやったら、こんな感じで置いてきゃいいですね。こんな感じ。そしたらまたねここの上に薄力粉をふるっていきましょうね。はい、じゃあ衣をつけていきましょう。こういうヘラがあった方がいいと思いますね。で、こんな感じで作ってね、ほい。で、これがね意外と柔らかいから面倒なんですよ。ここはつけすぎてますね。ほい。で、最終的にここに来てパン粉をまぶしながら形を整えていきましょう。丸でも俵型でもお好きに。あ、叩いたら伸びたぞ。気温高いからね、冷やしとこないと生地がちょっと柔らかいんで、こんな感じで形整えてやればいいです。で、揚げる時もね一回冷蔵庫で冷やしてから揚げた方がいいですね。はい、じゃあ揚げていきましょう。ただいまの温度は160ちょいですね。このぐらいから揚げ始まればいいと思います。では先ほどの生地、優しく入れていきます。結構柔らかいんでね。
れでだんだん温度を最後上げ終わる頃に180度弱ぐらいになれば、そのぐらいの火加減に調整します。で、揚げ上がりのタイミングなんですが、多分少しね、こういうとこから肉汁が染み出てくると思うんですよ。で、これの色が透明になった頃がちょうどいいんですね。濁ってる時は中が火通ってませんので、もうちょっと揚げてやりましょうね。揚がったらしばらく油を切っときましょう。はい、では出来上がった盛り付けでござる。はい、こんな感じ。3つ多いか、この皿に。こんな感じですな。じゃあちょっと中切ってみましょうね。はい、こんな感じでございます。結構ね、ジューシーですよ、ほら。じょわー、あちちちちちちち。まあ、このまま食べてもいいですし、まあ、私ソース好きなんで、ソースをちょろっとつけていただきます。うん、あ、我ながらめちゃうま。何個でも食えちゃう。うまい。ちょっとね、あの形整えるのと揚げるときにね、柔らかいんでちょっとだけ苦労しますが、その分ね、こんなジューシーな、なんだっけ、メンチカツメンチカツが出来上がります。皆さんもこんなの作ってみてはいかがでしょうか。それではまた。